今回のスマホゲームはたくさんの素材から2つの素材を選んでキャラクターを生み出していく。生み出したキャラクターを使って敵のキャラクターと戦い、ランキングを上げていくゲームになっている。どんな生物が生まれるのか楽しみだという君はチャンネル登録と高評価よろしく。というわけで早速組み合わせていこう。まず一番初めはロケットとボクシンググローブ、この2つしかないみたいだ。じゃあ早速この2つを組み合わせてみよう。謎の装置にまずはボクシンググローブとロケットを入れていく。さあ何が生まれるのか。あー来たー、棒人間だね。棒人間は何ができるのかな。あ、これ早速戦いが始まってしまったね。さあ 真横に動くこと、後ろに説明が書いてある。ジャンプとどうやらキックができるみたいだけど、キックの仕方がわかんない。これキックはどうやってやるんだろう。これジャンプしてどこだ、ちょっと待ってくれ。そうさ、おっとできた、こうか、こうやってキックする。ああ来た、すごいぞこれだね。よし行くぞ、ライダーキックとカーン、倒すことができたね。おっとランキングが上がったみたいだ。おっとここで新しい素材を手に入れたぞ。これは何だろうな、宇宙船みたいなアームなのかな、わからないけれども、これを早速使ってみよう。ボクシンググローブと組み合わせて何が生まれる。おっとスパイダーマン、デンデデンデンデデン、オッケースパイダーマンが、おっと、おお、スパイダーマンは糸を出すことができるね。この糸を使って少しゆっくりと上空にとどまったままキックが出せるみたいだ。ただ下に向かわないので実はキックを当てるのが難しいぞ。ちょっと待ってくれ。あ、当たった当たった当たった、なるほど。なかなかキックを当てるのが難しいけど、敵が上空に近くなったところで狙っていくのがいいみたいだね。さあ、行くぞ、ライダーキック、おっしゃ倒した、やった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 。さあ、ランキングが上がったぞ。かなりランキングが上がりました。さあ、次はね、組み合わせてない方の組み合わせ。宇宙船みたいなアームとロケット、この2つをね、組み合わせていこう。さあ、一体何が生まれるのか、どうだ。おっとこれは宇宙服の、あ、相手も宇宙服だね。さあどうだ、これは倒せるか。おっと宇宙服はねちょっとね、あー、やっぱりね、意外とキャラクターによって少し操作感が違うね。ゆっくりとこっちはジャンプしていくみたいだけど、宇宙服はすごい使いやすかったね。さあ何回かねプレイしたところで新たな素材をゲットしたよ。今度はなんだこれ、なっウイルスみたいな素材をゲットした。これを使ってみよう。さあ、まずはアームと組み合わせて、おーたー来たー、ハギーワギーになったね。あ、相手はニワトリマン。ハギーワギーはちょっと体が大きいね。そして、キックではなく、パンチをしていくみたいだ。さあ行くぞ、ハギーワギーパーンチ。おー、これで敵を場外までぶっ飛ばしてしまった。ランキングがものすごい上がったぞ。さあ、どんどん新しいのを作っていこう。このウイルスと次はじゃあロケット行こうかな。これを組み合わせると何になるんだ。おっと生まれたのはニワトリマン。おっと騎士が出てきたけども、ニワトリマンも、お、すごい自転車を漕ぐみたいにキックするね。さあ行くぞ、空中戦になっている。いけ、こげこげいけ、こげこげこげ、一生懸命こいでるぞ。さあこげこげ、ちょっとなかなか飛距離が難しいから当てにくいんだけど、うまく当てていきたいところ。オッケー、当たった、ぶっ倒してしまったね。さあだんだんランキングが上がっていくよ。やっぱりね、ハギーワギーが大きくて扱いやすいから、ちょっともう一回ハギーワギーやらせてもらってもいいかな。これでレベルを上げていく。おー、ハギヨギ可愛いしね。さあ、行く。あ、なんか相手は、これはあれか。グリーンゴブリンかな。スパイダーマンの敵の悪者だと思うんだけど、あいつちっちゃくて当てにくいね。実は、そうかそうか。ハギヨギは、使いやすくて、技も当てやすいし、強いけど、パワーもあってね、強いんだけど、体が大きいから、相手がちっちゃいと、攻撃が当てにくいのと、相手に攻撃を当てられやすいのかもしれないね。そういう作戦も考えていかなきゃいけないみたいだ。さあ、ここでまた新たな素材をゲットしたぞ。これはなんだ？薬かな？ポーションかな？ポーションを使っていこう。お、なるほどなるほど。まだ枠が増えるね。さあ、じゃあこのアームと組み合わせると、おー生まれた、グリーンゴブリン。かっこいいよね。お、宇宙服との戦いだ。わ、グリーンゴブリンはめちゃめちゃ空を飛ぶことができる。そして、対空時間が非常に長いね。あ、すごい。下、飛ばなくてもキックできるから、これ、
ジャンプして降りた位置でキックの位置を調整することができるね。オッケー、倒した。かなり強いぞ、グリーンゴブリン。お、もうすぐ800位が見えてきたね。さあ、どんどんやっていこう。このポーションと次はロケット。これで何が生まれるのかなと。おわー、ナイトが生まれた。ナイトはどうだ。あ、なんかこの緑のおじさんもいるみたいだね。おわ、あいつはお金をいっぱい持っている。さあ、ナイトが倒してくる。強いな。2発で倒してしまった。しかも扱いやすい。剣だから。さあ、ここでまた新たな素材をゲットしてしまった。これはなんだ、手帳かな。手帳に見えるけど、この手帳と今度はポーションを組み合わせていく。さあ、何が生まれるのか。あった、さあ、あった、さあ、なんでなんで今までとの毛色が全然違う。サンタさんはなんと、おっきいお腹を生かしたボディープレスでいくみたいですね。あ、強いぞ、サンタさん。さあ、いけ、サンタさん。ハギーワギーを倒せるか。ハギーワギーなんかファイヤーの攻撃してない？こんな攻撃なかったんだけどな。さっき使った時は、おら、でもボディープレスは使いやすいですね。実はジャンプとかキックよりも、ああいう上から叩き潰す系の方が強いんだよね。ちょっとさっきハギーワギーがファイヤー出してたから、それができるかどうか実験してみたいんだけど、どうだ？おー、生まれたハギーワギー。ちょっともう一回やらせてくれ。おっと、騎士がいるけれども、ここで、ファイヤーを出すのはどうやってやるんだろうな。やっぱこの技しか出せないよね。あ、できた！そうかそうかそうか。なんか、これ、ファイヤーを使うと、あれかな？ゲージが溜まっていくとファイヤーが出るみたいだね。このゲージが溜まると何になるんだろう。ちょっとよく分かってない。あ、敵にもなるのか。これは何なんだ？よく分かっていないな。まあ、でもね、こうやっていろんなモンスターをね、作っていくのはすごい楽しいので、ぜひね、みんなもプレイして、自分だけのオリジナルモンスターね、まだラッシーさんが作ってないモンスターもいると思うので、どんなモンスターがいるのか自分なりに試してみてはいかがでしょうか。ということで、今日はこの辺にしましょう。